電動事故のイベント撮ってみたいと思います。ヒカル、よく寝て、寝てたわね。アローラ、潮風に誘われ遊びに来たろ。ということで今日は電動寺のイベント撮りたいと思います。ヌリナー、おお、関東のナス小判がキラキラだ。ヌリナー、ヌリナー、そうだ、面白い人たちがヒカルを探してたわ。早く来ろアローラのキャンピ、早く行こうろアローラのキャンピオン。ということで冒険は憧れにつながり、赤あなたの貫くにはいつまでも続くのね。ということで今日最初はここら辺の本体持ち出して外に遊べるゲーム機だ。ということでこれは僕ウィーウですね、もちろん。ということで行ってみたいと思います。あー、ヒカルだ、チャンピオンおめでとう。チャンピオンに何か調べて何か強いだろう、ソウル頼みがある。鬼島のウルトラビーストがある。そこで、ネズクオマからあげたウルトラホームから来たものだろう。チャンピオンだったら、島クリーンよりも強いんだろう。俺もジェナルパと一緒に行くけどね。君も、ハウも、アローラでトップクラスのトレーナーだからな。今、ポニーに向かうが、一緒に行くか、ご一緒します。わあ、一緒だろう。ということで、ここで新たな、冒険か。ヒカル、こっち、こっち。ポニシジュリンに行けばウルトラビーストがいるんだね。ヒカルさん、チャンピオンおめでとうございます。ハウの結成戦、とても熱かったと聞いております。お二人とも、ウルトラビーストを調査になさるのですね。私もサポートで皆さんを差し入れお待ちしておました。大きなマーサラケットだぜ。ジュナイパのもうマーサラ大好きなんだね。ありがとうビッケさん。ビッグラジオ様よりタイプのようを預かっております。タイプヌーの進化系シルワンティのタイプを変更するメモリを全てお渡ししますね。タイプヌーはウルトラビーストと戦うため研究しましたが、ヒカルさんならタイプヌーの強い世界を見せ合う道具だとお考えです。グアジオったら俺がさらに強くなるのを避けたわね。武者旅行から戻ってきたから胸を貸しやるからな。じゃあ俺、ポニジョリに向かうね。ウルトラ調査団の皆さんもポニジマンに向かいましたということで、電動入りのイベントでした。ウルトラ調査団をポニジマンに向けましたということで、またお会いしたいと思います。と思う前に、よく来てくれたろうな、ウルトラビースト。ズガトーンはこの辺り、ポニジニのさまよってる、見知らぬ世界から戸惑ったと思う。だって私もそうだったから、あまもうはしゃいでいなかったのか。そう、はい、ウルトラボール、エーテルパラダイスで返すもの、特別に分けて切ったものよ。ハウさんにもありがとうね、ボールをくれるってことは捕まえるってことはの、俺らウルトラビーストを保護するためにデータ集めたい。お前ら、ズガトーンを捕まえパートナーにするから助かる。ちなみにズガストーンは3匹以上行くんだな。ズガトーンを不安でとても終わると思うから勝負を落ち着かせておんを見ろ。よし、ズガトーンを助けに行こう。ズガトーン出ておいで。これじゃない。間違えた。こ、ちっちゃ。
あ、こいつだな。一応わかりませんが、ここで。一応ここで。ペガスガストーン出ておいで。スガストーン元の世界に帰ろう。ボヤのポケモン事実で関することは未だにうまく解決してないんだ。ということでズガストーン、ていうか声かけたら出るかどうかわかんないんだ。これは探してるのかな。ちょあ、出た、ズガストーンが。ここだったのか。よし、当たらなかった。これはいいぞ。捕まえられるね。ユートアキロサバイが言ってた方で、またよう。え、嘘。だし、デザインも嘘でしょ。よし、捕まえた。ズガストーンゲットだぜ。近いこっち、こっちへ。ズガストーンって捕まえるどころじゃなかったの。だがしばらく、ミキックに伝え、他のポケモンに襲われないよう、その間、データを集め、エーテルザインと共に、ズガストーンを保護すればいい。ヒカウさん、もうすごい。ね、まだ何匹かもズガストーンがさまどってるみたい。今度は捕まえてウルトラキロスターに渡すね。ズガストーンどこにいるの？ということで、やってみたいと思います。トレーナーがと戦うシーン、レディーゴー。こんな無駄なシーンいらないぞ。3匹もいるのか、しかも。
もう。ということで、ウィッドアホールの ゲームセットということで、ウィッドアホールのイベント探しその1でしたということで、またお会いしたいと思います。シルエットスタイルバイバイ、電動エジコのイベントでした。